皆さん、おはようございます。小野坂昌哉のニューヨーク TV 始まりますよ。どうしたの小西くん。今回の私の誕生日は生配信じゃなくて疑似生です。大丈夫小西くん。シュン。小西くん、お誕生日おめでとう。50歳になってしまった。50歳の記念すべき誕生日だというのに、こちらの数字をご覧ください。スタッフが50という数字を用意してくれたはずなんですが、買ってみたら5しかなくて0がなかったから黄色の風船を代用しております。アドリブなのこれ。そうです。なんで0つけてくんないの。50歳でこんなことする人いないからか。わかんない、なんか入ってなかったんだって。100歳は100っていうのはあるのに、50でこう0なかったんだって。それは100日か。100日。100日だから50日祝いはなかったね。5祝い。子供以外使わないんだよこれ。さあ小西さん、はい、お誕生日おめでとうございます。おいくつになったんですか。もう50歳です。だから50、はい、小西くん。もう来るなりスタッフさんからもたくさんプレゼントいただきまして。すごいね、うん、おじさんからもいただいたのよ。泡盛いただきました。泡盛、酒ばっかり持ってるやん。おじさんからも泡盛いただきます。これどこの泡盛。見たい見たい。このね、春雨っていうね。一生日。いや750でいいでしょ。なんで一生日やねん。これうまいの。どこの国のやつ。どこ県。どこ沖縄県の。どこ宮米国。いや那覇市。本土か。那覇市ですね、はい、春雨。どんな味やねやろう。なんでこれにしたの。僕はあのシャーマンキングで阿弥陀丸っていうキャラクターやってるんですけど、はい、それが彼が持ってる剣が春雨っていう剣なんですよ。お前いろんなやつやってるから何の剣か全然分からへんな。あとあの魔人剣っていうな。魔人剣もある。いろんな剣ある。そう。すごいやん、ね、これ。俺アーモリ買ったことがないからちょっと楽しみです。あ、そうなの。アーモリって冷やすもんなんですか。冷やさない。このままのもん。はい。あ、氷入れてください。あ、ロックロック。あ、ロックなんだ、うん、これいただきました。もしくはお湯割り。あ、お湯割りもあんだ、うん、でも今の時期お湯割りはちょっとやだね。お湯割りすごい美味しいのよ、うん、あとあのニューヤング TV の皆様から、はい、こちらクユグやっていくらしたんやこれ。小西さん、これでもめっちゃでかいのよ。そうですよ。相当高いですよこれ。はい。でしょ。今なんかシャンパン手に入らんって聞いて。シャンパンがまあクリュグが一番うまいじゃないですか、うん、だからでも開けるんだったらクリュグがいいんじゃないって言ったら、うん、クリュグ買ってきたんですけど、うん、値段聞いてちょっと俺びっくり。誰これ。誰つけた。誰これ。誰やったの教えて。誰やったの。誰これ。誰つけたのか教えて。電池落ちたよ電池。誰つけたのこれ。電池落ちてさ、もうさ、もう壊れちゃってるよこれ。バラバラになっちゃってる。部品が取れちゃってさ、壊れちゃってるよ電池の。割れてるよ。割れてんじゃん。何これ。頼むぜ。何やったん。誰つけたんこれ。俺のさ、教えて。俺のこの記念すべき50歳なのにさ。うん、前途多難やな。あ、できました。もう下置いとこそれ、うん、危ないから。当たらんかってよかった。割れてもうたら。かけら拾っときや、それ危ないから。でしかもこれ電池のかけら電気つけてくれたのよわざわざ、うん、で電気つけてこの葉っぱもつけてね、はい、でそれ全部つけた後にこの風船つけたのよ、はい、そしたら全部見えなくなったのよ。何やそれ。下手くそ。クリュグいただきまして。クリュグすごいな。あとこちらね。何これ。何くれたの。これ靴下よね。靴下いただきました。うわ、もうクリュグに靴下かけて染めるやん。もうなんかクリスマスですね。ザーンっつって、うん、あとお宅の社長からもいただきました。何何何。なんかいただきました。すごいね、はい、小西くん愛されてるね。アモニの人みたいになってますからね。そう、ということでですね、はい、今日はですね、うん、小西さんのお誕生日を大々的にお祝いするためにですね、はい、ありがとうございます。
もう生のように行いたいと思います。わかりました。これも生ではやってくれへんのやな。金曜日の夜は集まれない。わかりました。しょうがない。なので金曜日の夜の12時、ぴったりに始めます。木曜からこう日付が変わった瞬間です、ね、わー素敵。日付変わった瞬間の0時から。だからもう今小西くん50になりましたです。 ありがとうございます。あ今もだからみんなからツイッター来てるよ。もうバーって全部消した。55ね。ありがとうございます。もういいよもうコメントとか本当にね。だから心の中で思っててほしい。ニューヨーク TV が心を込めて何何ニューヨーク TV が心を込めてですね、小西さんのお誕生日をお祝いしたいと思います、はい、お願いします。音変わってもうてるやん。どうなって、これ逆になってんちゃう。これここへ始まります。なんかいいこと一個もないな、まだ。なんでいじんの。初めてやな。初めてな。だから今までこんなことされたことなかった。5年ぐらいやってて初めてやな。はい、はい、さあ小西さん、はい、今日はお誕生日ということで、うん、まずは小西さん50歳になった感じどうですか。体とか変わった感じします。そうですね。疲れたりすんの。はい。え、すごい足がむくむようになりました。小西くんってあれですよね、むくみ症だもんね。そうです。顔しょっちゅうむくみマンです。むくみマンだもんね。むくみマン。女の子みたい。電気針ブラシ使ったら、うん、1分ぐらいでもうすぐ顔変わります。顔がね、顔変わります。本当にパンパンでくるもんね。パンパンマンだから。パンパンマン、パンパンマンだから。パンパンチゴリーンって。僕の水分を吸い、うわー怖い怖い。顔パンパンマンだからね。そうなんですか、うん、もう足までむくむようになってきちゃった。もう全身むくみますよ。いい、うん、なんか対策してるんですか。してないです。こう熱いお風呂に入る。あ、やってるんですか。いや、もう毎日お風呂入ってるだけです。あの湯船には浸かるようにしてるんですか。もちろんもちろん。へえ、えらい。浸からないとダメですよ、人は。やっぱり人は人は人は42度のお湯の中に肩まで10分間浸からないとダメです、うん、昔の人だな。そうすると血液サラサラになるから。サラサラになるの。サラサラになるから。どっから仕入れてきた情報。ドロドロの血液もサラサラになるから。いや、どっからどういう健康法やねん。そういうのあるの。そういうのあるんです。なんか始めたこととかある。何にもないです。チョロキュー、チョロキュー、チョロキュー。それはまた今度やろうね。チョロキュー死ぬほど買いました。わかります。はい。50から始めたいこととかある？どういうないですね。だからもう無趣味なんですよ。だから今仕事が本当に趣味なので。そうだね。だからないんですよね、趣味という趣味が。ゲームもそんなにやらなくなりましたし。そうですね、最近ね、うん。ちょっと時間がなくて。ね、うん。なので今趣味らしい趣味がないんですよね。だからもうせっかくだから50歳になったら、うん、何かこうね。まあ、大台に乗ったわけですし、うんうん、なんか始めたらいいんじゃないかなと思いますけど。俺もそう思うよ、うん、でないとこの先ね、誰も仲間がいなくなってくるのよ、だんだん。そうなると一人で過ごす時間がね、多くなってくるのね。そうか、小野坂雅代の方が先死ぬ可能性が高いもんな。仲間が本当にないですもんね。8年前に死んでいくから。俺はだから俺はだからエアガンを買っても、うん、エアガンこうたわって言える人おらへんのよ。いなくなっちゃうんです。この間もずっとエアガン見てたな。ナーフとエアガンずっと見てたこれ。もうね、そんなこと言うても笑ってくれる人一人もいなくなる。そうか。あ、でも野島くんがいるか。野島くんも分かんないよ。同い年、野島くんと。え、嘘でしょ。そう。え、野島くんも50なの。野島くんは16日なんですよ、4月の。え、そんな近いの。だから5日先輩。野島くん、今日野島くん読んだ方が良かったよ。そうな、野島くんはね、そう近い。あ、そうだったんだ。で、5月の頭に鳥海浩介が生まれます。え、鳥海くんも同い年。同い年。5月の頭に鳥海浩介が生まれます。今年50の子って割と豊作だね。6月にやったら書かず意味が生まれます。お宅の事務所の書かずさんって同い年なの。同い年。みんななんかあれですね、
意外ですね。あのベビームーブだからとにかく多いんですよ。あ、50の50歳の人が。え、うちの3年前じゃない、ベビーブーム。え、そうなんですか。1961年とかじゃない。ね、俺73年なんですけど、うん、73年の年がものすごいベビーブームだったらしくて。あ、そうなんだ。その付近はね、だから 俺とかその後の年とか多いんだ。すごい多いですよ。1クラス40人で13クラスぐらいありましたからね。ああ、それはうちも同じなの。ああ、なるほどなるほど。ずっとだから昔はだから出生率か高かったんじゃないですか。高かったね、うん、そうなんだ、知らんかった。今って1クラス何人ぐらいなのね。今ほんますごいよ、3クラスしかないんだよ。割と都会でも3クラスで30人ぐらいだって。へえ。じゃあ100人おらへんねや。もう本当あの同級生はね、それで6年生まであったりとかするからまあまあいてんねんけど、はい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 、中学とかも、うん、その一クラス大体、まあ、20人から30人の間で、3組から5組、だいぶ少なくなりましたね、うん、うち11組まであったからね。マンモス校なのよ、多いね。マンモス校だったからね、11クラスあって、うちでもマンモス校じゃなくても13クラスまであったから。本当、小中って。あ、うん、そうなんだ。高校は、ね、あの工業高校に俺行ったから、ね、違うからね、ちょっとあれなんですけど意味がね、うん、小中はもう小学校はもう区域決まってるじゃない、うんうんうん、それなのにあの、ね、1学年10クラス以上あったから。あったすごかったのよ。だってうち43人だよ1クラス。うちはだからそれぐらいおったのよ。多すぎるよね。多かった。で途中で引っ越しとかして32人ぐらいになって、うんうん、男子20女子20ね、で10クラスになりました。うん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 、多かった昔は。昔も本当多かったんだよね。運動会とか大変やったもん。お父さんお母さんとかもいっぱい来るから。あ、一大なんかハイキングみたいだったよね、うん、今はほら運動会する場所どこですんのっていうような学校多いじゃない。そうだそうだ、うん、都会の学校ってね、うんうん、そうそう、体育館の中でやったりとか、うんうん、なんか屋上が運動場みたいになってるとことか。そうだね、いろんなとこがあるから見れないもんね。そうそうそう、トラックだけ撮ってるから。俺たちなんか土地が余ってたから時代は。もうなんかでっかいもうね運動場があって。どうですかおじいちゃんたちの話は。楽しいですか。知ってますか。もういろいろあるんですよ。昭和の話いっぱいありますよ。さあ小西さん、はい、ということで、うん、今日はまずは小西さんのお祝いをするためにですね、はいはい、50個のものを買ってきました。50個のものを買ってきた。小西さんお腹の方どうですか。お腹はですね、先ほどあのいつもおじさんが差し入れしてくれる、はい、天むすを食べました。ダメなのに。え、今日お誕生日だから食べちゃダメよ。まあ誕生日ケーキは入ってくるでしょ。おめでとうございますっていう。ダダダダーン、お、やったぜ。ダダダダーン、あ、これ結婚式だ。そうケーキ来る。 Happy birthday コニタン、 Happy birthday コニタン、ハッピーバースデーコーニータウン。もうということで、なんだろう、ラジオブームの最初の方のケーキじゃねこれ。おう。僕も実際何これ僕も実際ね、ケーキじゃないの。ラジオで食べ放題やったことあります。小西さん、ケーキじゃないの。今日はナゲットをですね50個ご用意いたします。小西さんどうぞお召し上がりください。小西さんがなんかあのマスタードが大好き。ちょっと待って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 、お誕生日は冷凍ってプレートあるよ。そうですよ、プレートだけ頼めんの。とこれ誕生日ケーキなんで。小西さん、あ、マクドナルドさんありがとうございます。マクドナルド言うな。で小西さんはなんかマスタードソースがお好き、はい、ということで。完全にこれ M って書いてあるけどね、ここ。いや、そう俺ね昔バイトしてたんですよ。え、和歌山のマクドナルドで。言うてました、ビッグマック作るの得意なんですよ。違う違う、マックチャオ、マックチャオ。昔マクドナルドっていろんなものがあったの。ピザだったりとか、うんうん、うどんだったりとか、和歌山だけですよ。違う、マックチャオっていうのはマクドナルドですよ。チャーハン作るのよ。わ、気持ち悪い。え、ん、あ、マクドナルド怒られるで。マクドナルドに。だって和歌山のマクドナルドはマクドナルドであってマクドナルドではないもん。マックチャオは俺しか作ってなかったの。ほら俺専門の人やったの。マックチャオが来た時に。チャオ顔してるもん。チャオ顔してるもんな、うん、
あのマネージャーに、コシ君ちょっとこれあのやってもらっていいかいって言って、ジャオでこうやってパーって。あ、でも鉄板しかないのにどうやんの？鉄板の上にこういう鉄のプレートがあるんですよ。それを乗せて、うん、であの冷凍チャーハンがこれぐらい一袋なんですけど、はい、これをサッとこう出して出すのもパッて入れたらこう山盛りになるじゃん。なるな、こうなるじゃないですか。こうじゃなくて、うん、平たくしたいんだ。平たくを一瞬でするんですよ。出すときにサッてこう引くことによって均一に均一にチャーハンが鉄板の上に乗るわけ。それがすごい上手だったの俺、うん、で、チャオおじさんって言われてたの。高校3年生の時チャオおじさんって言われてた。悲しいな、チャオおじさん、うん、で、それが誰もできへんかったから、うん、俺がもうずっとその担当やったの。へぇ、チャオおじさん、チャオさん高校の時からもうおじさんやろ。二段重ねのね、うん、あのチャーハン弁当よ。え、そんなのあった？そう、マックチャオっていう。だから和歌山だけでしょ。調べてみんや、スマホで。お前マックチャオ、いや、めんどくせえ。いただきますよ、はい、でも俺ナゲット好きなんですよ。こちら、50個なんてあっという間なくなるんで。マスタードソースです。50個なんて。なんかもう一個ソース、なんかバーベキューソースってあるんですけど、小西さんはもういらんと。あ、うまっ。もうずっとマスタードでいけるからということで、こちら。うまいね。もう一個食べたもん。早っ。もうこのペースでいくから。ねえねえ、マクドナルドのチキンナゲットって昔からこの大きさ、うん、なんかもっとこんなじゃなかった？ちっちゃなかった？こんなん？こんなん。へぇ。で、昔は5個。で、うん、9個。なぜか9個。なんで？で、あと15個かな。15個か16個。5、9、15ってなってるの、うん、1個何本ぐらいなんですか？いくらやろ？ 5個で300円。今いくらすんのやろ？60円ぐらいか。安いなぁ、うん、小西くんって、うん、プライベートでも、うん、こんなん食べんの？あのあれ、キリンのホームタップを、はい、僕らやってます、ね、愛用してるじゃないですか、はい、ホームタップでなんかおつまみ欲しいなと思った時に、はい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 、今ウーバーで、はい、あのナゲットの15個入りとか頼んで、うわ、食べてます。進んでる。進んでるどういうことウーバーイーツやったことない。俺なんか自分で料理するもんね。自分で料理作っちゃうから、作っちゃうから、あなたのことが作っちゃうから。え、これって、うん、つけるやつって、うん、ナゲット何個分で1個なくなるの？あの、5個につき1個1個くれんの。うーん、5個で使い果たしていいんだ。うん、でも5個だと余る、これが。あ、そうなの、うん、そういう設計にしてるんだと思う。なんかあれですよね、冷えたら美味しくなくなるじゃないですか、うん、途端に、うんうん、で、美味しいよ、冷えても。昔俺ラジオでやってる時は冷え冷えのやつをね、うん、買ってこられて、うん、それを延々に食ってたんですけど、うん、ここのスタッフあったかいのを食べさせてくれるからいいね。これも、うん、聞いた話によると、うん、俺も知ってたから、はい、何何言いますけど、うん、電話で何時に取りに行くって予約して、うん、そんなんできんの？そう、ゆーず聞くね。で、わざわざ取りに行ってくれたの。いや、しかしさ、そのユーザーに優しすぎるよね、お店。最近って。昔そうじゃなかったじゃないですか。何でもわがまま言うようになったよね、お客さんって。客って何でもわがまま言ったら聞いてもらえる。私たちがだってお金払ってるんですもん、みたいなこと言うじゃないですか。それも SNS のせいです。あれは本当はダメだよね。うん、もっと敬意を表してほしい。売ってる人に。坂上忍さん。あれダメだよね。あれほんとダメだよね。あれなんでみんなこれなんだろうな。さ、それで日大問題で坂上さんまだやってんの？もうだいぶなくなってる。お味どうですか？いくつぐらい今わかんない。でもこれ5を食べたんですもんね。あ、だから5しか食べんといて。だから1個につきでないと、あの個数がわからんようになる。わからん。もう1個今何個食べたか、おじさんも巻き戻して確認して。これ小西さんさ、これやっちゃうとね、うん、でもこれから先ね、うん、小西くんのお祝いが何かあったとしたら、うん、ずっとナゲットを送ってくるようになるよ、お客さんも。え、生もの送ってこないでよ
お客さんもずっと小西さんってナゲット食べてる時の顔幸せそうっつってずっと送ってくるよみんなナゲット絶対やめてほしい大丈夫でも俺に届かなきゃいいんでしょ多分事務所がそれね処分しちゃうと思ういや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 なんてこと言うんですか小西さんあのマクドナルドのナゲットが買ったままの状態で届いてるんですけど どうしましょうかえ食われへんやろもうよし俺の家に送っといてくれつってね小西くんが絶対いるもうカビだらけになったやつ家にいっぱい届いてそうなるでしょ絶対なりますねあれナゲットチケットとかないのナゲットチケットマクドナルドナゲットチケット誕生小西鬼みたいななんちゃう1枚でナゲット6個分みたいなないの半端なのチケットだからサービスでプラスあるってことねうん1個うんないんかないな飽きてきたんじゃん全然でもあお腹すいたらおにぎりありますよ小西くんあのお箸もあるからお箸で食べてもいいんですよナゲットは手やで手なうんおにぎりはお箸なんだそうエビがあるからああなるほどレックス食べるやろこれちょっと数えながら食べてってだからこれからでええから5個ずつ食べそれでないやいや俺お腹減ったから思わず食うてもうたけどこれ2人で食べやしたら誰も喋るって言ってんようになるのよ最近なんかいい銃ありましたちょっと見てるんですけどなんかこれいいなっていうのがなかなかなくて小西さん、うん、最近ショットガン買いましたショットガンはちょっと前に買ったまだ届いてないです、うん、どんなやつリアルカートうんついなでも買ったの結構前だ予約それは予約してるやつだからまずいないつ届くか分からないよね発売日がちゃんと確認してないからそれって丸善丸善でも O ってだったらまずいなかぶった M870 分かんないまずいなどういうこと小西くんのお誕生日それでいいかなと思っててんけど、うん、同じのを届いてしまうかもねまずいなまずいな俺ショットガン買えへんもんねそうだ ねでも最近ねあの集めようかなと思ってるのは、うん、ゾイドまた言ってもうゾイドって時期なのえゾイド時期うーんゾイドのちょうどね発売した頃ですね子供の頃えゴジュラスとレッドホーンだっけな俺モルガっていうゼンマイ昔のゾイドって電池のやつとゼンマイタイプがあってゾイドの何がすごかったかっていうと、うん、例えばゼンマイだけだったりするのに、うん、動きとかがものすごいリアルに成功にできてるんですよこういうやつねイモムシなんてくねくねしながら動くんですよ、うん、イモムシもあるのゾイドって今カブトムシとかクワガタとかカメとか今ねめちゃくちゃ種類が多いねゾイドへーいやめっちゃ面白そうだなと思ってあのゾイド買おうかなと思って最近今もゾイドって出続けてんの出続けてるっぽいうーんあれ今年何周年かなんかですよねゾイドね確かゾイド周年ゾイド周年うーんゾイドのファミコンのゲーム面白かったよね昔ねなんかあっためっちゃもうでも大人やからゾイドとかハマれへんかった時代ないゾイドめっちゃええよしっかりしてるから恐竜だけじゃないねやゾイドってうん動物とかもいる僕らのそういうやつはあのメカモって言って動物ロボットメカモメカモあれ想像上の CM ですか違いますよメカモって言って、うん、あのこっちでコントロールできる、うん、モーターとかついて、うん、こう金属だけでできてる紙とか、うん、動くのよそれがうまい動物ロボットメカモ
メカモ今作ったやつ違います。小野坂さんのほら、うん、想像の CM って、うん、そういうの多いじゃないですか。これは本当の CM です。繰り返すパターンのやつ。動物ロボットメカモメカモ今思いついた。違います。多分メカモなんでしょうね。メカモが言うとるんでしょうね、うん、メカモって。これって食べきらなあかんのかな。お誕生日やから。あ一応お誕生日やから。どうすか、ある程度のとこまでは行ってほしいです。もう2段ぐらいなくなってるけどね。でも多分まだ20じゃあ15しか食ってないから、まだ5個ずつだから、多分そろそろ20個ぐらいだよ多分。食べたいよ。ん食べたいよ。うん、これ、うん、ナゲットが、うん、あの15個入りのやつ4パック買ったんですって。はい、だから60個あるんですよ。え、だから小野坂さんこれ10個食べてもいいんですよ。え、俺10個食べていいの、うん、やったー。はい、動物ロボットメカモメカモやったー。9個あのスタッフが、うん、重ねるときに1個落としたんです。うん、なあそれ。だから9個です。9個は食べていいのね。うん、1個につき5個食べていいやつやから。これ両方味試したら。うん、え、こんな食べやすいんや。そう。これさ、めっちゃビールに合うでしょ。ビールに合う。これホームタップやっぱり飲むときこれ、注文したくなんのよ。これはホームタップでこれ最高やんか。うん、めちゃくちゃビールが進むなこれ。いやビールに合うよこれ。あかんでこいつこれ。だから頼んで15個で来るじゃん、うん、半分食べて半分もうだからちょっとあの冷蔵しといて、うん、次の日にチンして。チンしても味変わらないの。変わらん変わらん、うん、俺ねオーブントースターで、うん、もう一回チンしてるんだけど。優秀やな。あのノンフライヤーのやつとかあるじゃないですか、うん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 、あれでやったら多分ね結構いい感じになると思いますよ。冷凍たこ焼きもねノンフライヤーのやつやったらカリッとなって結構美味しいんだって。へえ、うん、これ優秀やな。めっちゃうまいでしょ、うん、ナゲットマックのナゲットうまいのよ。何個か数えてる。うん何個食うた今。2個3個4つ。4つも、え、4つは食ってへんやろ。4つ食べた。これ5つ目だと思う。そんな早く食べたの。はい、めちゃくちゃ早いな。皆さん本当のところの数は皆さんこの5つ食べたからこれ置いといて。でもあれやろな、あの小西さんは数えてみたら小西さんは何個しか食べてないって隠したとかあんのやろな。そんなコメント必要ないですよ。あれですよ皆さん、これ収録だから皆さんが気づいてないところでカットされているのでその間に食ってるんです。俺今1個しか食ってない。もうボケ老人みたいな顔になってる。何やこれ。これ小西君あれやわ、喋りながら、うん、半分食べて喋ってるから半分が1個みたいになってきてるから、え、これ2個目やんな。ん、ちょ、ボケてきたな。多分それこれで多分5個か6個目ぐらい。まだ大阪さん、そうやん。もうこの使い方ほら、うん、まうん。じゃあこれで6個目でいいですか。うん、一口で食べなあかんねんな。でないと数が分からへんようなんねんな。
ナゲットって。え？え、一般男性はナゲットっていくつぐらい食べるもんなんですか？一回に。5個とかしちゃう？え、5個？もうあそこで余ったやつ先にやってるもん。お宅のスタッフが。うまいな。うまいやろ。クリュウ開ける？やめろやめろお前。この人やめろ。クリュウ、そんな富豪みたいな飲み方。チキンナゲットでクリュウ飲むかあかんで。絶対あかん。もう帰ったらあのワインセラー入れますわ。ねえ、うん、もうキャビアキャビアキャビアや。なんでね、ワイン飲むときに、うん、なんやそれか。あ、そんなん見せるから今何個食うたか分からへんのか。これ後でお客さん、おんさん食べ過ぎですよってなっちゃうんじゃない？でも俺相当食べてるで。すごい勢い出てますね。何分？どうなんこれ？早い。こんなあったんだよ。でもカロリーどうなんですかこれ。これでも、あれでしょ、おまかさん、ん、揚げてます。白いからカロリーゼロでしょ。揚げてます。これ胸肉だよね。300g で7kg。 めちゃくちゃ高いやんけ。 300g ってどれぐらい、何個？5個で約300円。飲み物？うん。よしよし。オッケーオッケー。なんやねんもう。いろんなとこに気使っていかなあかんねよ。あ、飲み物飲んだら急にお腹膨れる。これなにこれ。え、どうなってんのこれ。ビール飲みながらやとすぐお腹いっぱいになるから、うん、5個で十分かな。うん、ただ仕事の帰りとか。これこの法則でいくと、もし俺これ飲めへんかったらお腹全然いっぱいなれへんかったかも。え、何言うてんの。俺もう9個食べたな。これ食べたらあかんよね、もう。もう僕お腹いっぱいだからちょっと食べてくださいよ。いやでも50個食わないと50歳やし。でも俺エネルギーなくなってまうで。これ1個につき2回食うてるから、うん、2回食うてる、どういうこと。1個につき2回食うてるから。1個につき2回食うてる。5個食べたらもう50個なんや。何言うてんの。ええ、バーベキューソースの方が美味しくないですか。これマスタードな。なんでマスタードなの。バーベキューはちょっと重い感じがするんだよね、うん、あーダメダメだ、食ってまう。やばいやばいやばい。もうあの甘いからバーベキューソースって甘くてちょっと重い感じがするんだよ。うーん、ビールにはでもバーベキューソースいいんちゃう。俺もいつもこれや、マスタード。マスタード、うん、うん、多分10個ぐらいは食べたと思うんで、小西さん絶対もう50いきますよ。いやもう全然食えるな。あれ。あれあれ、お腹いっぱいになってきちゃった。え、あれ
コさん、無理はせんといてくださいよ。はいはい。ナゲットの箱ってあるの？ちょっと見せて。どんな箱？あ、こんな箱なんよ。チキン。サッカー、サッカーじゃないわ。サッカーや。あ、サッカー。ドナルドが。ドナルドが。ゴミ捨ててる。こうやってるだけや。ほな、びちゃびちゃにならんように。うん、な。紙になってる。何戻しとんねん。で、どうした？戻してる？いや、食べとるからちゃんと。え、ほんま、もう食われへんの？食われへんなったん？50個余裕や言ってましたよ。だいぶ食べたで。あ、ほんまに俺50個ぐらい毎回食うてんのかと思った。びっくりするぐらい食うたで。お腹膨れたん？膨れすぎてるで。あのおにぎりも食べてるからな。無理か、50個って。食べようと思ったら食える。でも、もう小野坂さんが10個以上食べてるから、うん、50個チャレンジはもうできないんですよ。あ、俺が悪かった。そうや。その通り。50個、あとでも5、6個だったでしょ？ 2、3、4、5、6、7、7個か。だいぶあるな。余裕。余裕ちゃいます？もう全、もう、ちょっとね、やっぱ50歳になってくると、油に対してのね、この胃の小西さん、なんかやけに目が細くなってきてるんですけど大丈夫ですか？もともとですね、胃が、胃のあのあれですよね、やっぱりね。胃のあのあれ、胃のあれですよね。胃のあれですわ。これだから違うもんだったら50個も余裕だったんですけどね。先週なんか50個ぐらい俺余裕で食うよみたいなこと言ってたじゃないですか。50個ぐらいね。でいくと50個ぐらいぐらいだから、50個じゃないんですよ。50個ぐらいだから、そのぐらいぐらい、そのぐらい、そのぐらいです。勘弁してくれ。まあ、よく歌方ですね。よく歌方ですよ、はいはい、頑張りました、はいはいはい、ね、あれみんなでおいしくいただきましょう。またね、40個ぐらい食ったもんな。だいぶ食ったよ俺ね。うん、40個ぐらい食ってるわ。最後このプレート食えばいけるんちゃうか。プレートはチョコレートプレート、はい、にグッと入れて、口にグッと入れて、口にグッと入れて、はい、はいはいはい、いいよ。はい。一番いいよ、一番。おめでとう、おめでとう、ありがとう、小西くん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。さあ、小西さん、はい、今日はですね、うん、もう小西さん50歳になってきたんで、そろそろその年齢に打ち勝つようなことをしていかないと、うん、マラソン老けてしまうので。一緒に富士山登る？もうそれはやりました、僕は。今日はですね、こう、トニーさん、はい、どうやらですね、はい、チキンナゲット50個の次は、うん、はい、堂島ロール、え50本もうケーキはもらったよ俺。コニーさんはケーキはもらいました。コニーさん、堂島ロールがお好きだったような。ケーキはもらいました、ね、ケーキはもらいました、ケーキはもらいました。今日はナゲットケーキはもらいました。ナゲットケーキは前菜だとして返します、返します。返します。いや、もうこれもらっちゃったんで、これはもう返します。これもらっちゃったんで返します。とりあえず、まあ、お金払います。見るだけ見てください。お金払います。見るだけ、見るだけ。お金、お金払って、お金払って。お金は払ってもらっても。ちょっと、はい、持ってきて。こちら、小西さん、お誕生日おめでとうございます。だからプレートあったんや。小西さん、お誕生日おめでとうということで、こちら大阪堂島ロール。小西さんは何よりも
堂島ロールがお好きだと聞いております。見たくもない。これをじゃあ小沢さん、はい、見たくもない無言で、方角恵方巻き役節分か。方角を向いてですね。どの方角向くの。あ、小西さん、こちらなんと堂島ロールのいちご入りっていうのが出まして、これよろしければ。いや、2本いただいていただければいや、よろしければ。小西さん、まずですけど、こちら一応ね、2個見せました。はい、小西さん、どれぐらいお食べになれますか。何センチか言ってください。僕、お切りいたしますんで。小西さん逃げられませんよ、お誕生日は。もうこれ、これ、どっち、どっちがいい、まず。これぐらいで普通のやつでいい。小西さん、こんなに食えんの。いやだ、これ、こんだけ、いや、こんだけ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 食べる。半分はいきましょうよ。こんだけ食べる。どっちがいいですか、いちごと。いちごないやつ。いちごないやつ。ないやつ。ないやつ。お笑い芸人の津田さんの気持ちがなんかようわかるわ。はい、小西さん、いきますよ。はい、こちら。あの、これで2個使ってこうやって移動させた方がいいと思いますよ。手で取れや、もう小西くん。いや、ややこしいな。慣れてるやろ、そういうの。ああ、もうプレートがもう大丈夫。プレートがそれ手なんや。さあ、小西さん、お誕生日おめでとう。はい、小西さんの大好物の堂島ロールですよ。やった、フィルムにも生クリームついてるぜ。わーい、ペロリンチョ、ペロリンチョ、やったーぜー。小西祭りだ、やっほー、食べたかったんだよ。小西祭りだ、やったぜ。もう勢いでいかんかったね。あー、うまっ。ほら、別バラちゃう。うまいな。別バラなんちゃう、小西さん。あの、別バラっていうのはお腹がいっぱいで、うん、実は別バラではないんですね。あの、結局入るところは一緒なんですけれども。でも脳に牛とかって4つあるやん。いい人間や。脳にね、うん、やっぱりこれを食べたいっていう気持ちがあると、はいはいはい、脳に信号を送って隙間を作って、はい、で、それで、あ、まだ食べられるっていう優秀を起こすんですよ。優秀、それがいわゆる別腹って言われてるやつなんですよ。お願いします、別腹。断ります。ちょっと食べよう。でもせっかくやから。マジ美味しいねやろ。美味しい美味しい、どうせ、うん。みんなよかったら食べて。みんな食べ、うん、僕もこれちょっとだけもらおう。まさか、なんとこちら、はい、僕の、うん、この今日の幸せを半分こできるサイズが来ておりますよ、小野中さん。え、僕ちょっとイチゴ好きやから。これだから、これはもう、あの、女子たちにあげてください。イチゴはやっぱりまずは。うわ、クリームついとるやないか。お、ペロリンチョ。そんなにウケへんけどな。はい、みんな食べ、これ。はい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 、食べて。はいはいはい、くそが、食べなさい全部。いや、素晴らしいあれですね、誕生日ですね。めっちゃうまいな。ありがとうございます。うわ、堂島ロール、やっぱうまいな。なんぼでも食えるわ、これ。堂島ロールさん、美味しいです。小西くん、これで半分食えるやろ、これ。早っ。小坂さん、おかわりです。うんうん、小坂さん、おかわり。全然この…このプレート邪魔や。生クリームめっちゃ美味しい。うん、というわけで今日は、テイフェスの、出演者を発表するということで。やめろ。勝手にやんじゃねえよ。これは堂島ロール、さすが小西さん大好きなだけあって、めっちゃうまいですね。うまいですね。
で、道島ロールのいいとこっていうのは、うん、こうお腹いっぱいなのに俺食えてるじゃん、うん、クリームはね、皆さんが思ってるより軽いのよ、うん、軽いね。だから食えちゃうんだよね。食えちゃうね、小西さん、うん、ガンガン。道島ロールの 箱を見せてもらってもいい？なんで小西くんは箱を見て安心するの？箱を見せて、あ、台あったよこれ、道島ロール、これ箱の、あ、もうそれは入れられないので、入れられないんよ、うん、入れられないので、それはもういいです小西さん、それは食べてください。だってナゲットは食えなかったんだから。こいつが小西なんや、あー昭和のラジオやってるな。この昭和ラジオ感久しぶりやな。いやほんま、こんなお腹いっぱい食えるなんて売れた証拠ですね、小西さん。お金一銭払ってないもんだって俺は。売れた証拠ですよ。売れたとは言えない。小西さん、これ売れへんかったら誰も買うてきてくれないですよ、ナゲットなんて。小野坂さんのお世話をしてるからよ。みんながもう青鬼の人が一丸となって俺に優しくしてくれるのは小野坂さんのお世話をしてるからよ。よその事務所のに。だから俺が小野坂さんを介護してるのと同じように、うん、青鬼の人みんな俺のを介護してくれるから。じゃあ小西さん、僕のわがまま聞いてください。堂島ローブ早食べきってください。マジで早食べきってください。また三口でいけますよね。あとまたテイルズで沖縄行きたいですね。え、お前なんか脳おかしなってきてんじゃん。なんか楽しかったことを思い出そうとしてんじゃん、脳が。行きたいですね。うん、行きたいね。だって来年ぐらいだったらもういいでしょ、うん、来年の4月やったら。どうした、なんでそんな話しだした。え目番決まりしてんねんけど、目が。そんなことないですよ、コウさん。目が番決まりしてまってよ、それ。野島くん、おしゃごに来てくれたらいいですね。どうしたん、小西くん。番決まりしても第二の男が見つかったらいいですね。タケボンだけじゃなくて。あ、よう聞いてくれてるんでね、ありがとう。無料のパートだけ。うん。あと2つ。神谷くんは誰でもええって言ってたけど、俺は絶対無理や、ゲスト。なんで？ゲストっていうか一緒にやる人。ああ、言ってたよ、神谷くん。神谷くんはね、いろんなとこで、知らない人でも平気。そうそう、いろんなとこで行けんだよね、神谷くん。どう、なんか他の番組もラジオもなんかいろんなゲストを呼んできてるラジオが多いのよ。でもケンイチがやってくれてるって言ってましたよ。なんか一回一回フォークを置くようになってきてるの。フォークなんでよ、もう一口やねんから、いけるやん。多分食べかすは汚いから、ほらみんなから綺麗に切ってやめろお前。なんすか、マジシャンかお前は。何お前下にこう行こうとしてんの。なんでマジシャンの手口分かったんだよ今。一口やん、あといけるやん。なんでやねん、給食かアホ、やめろや。食えるわ。なんで俺のマジシャンの手口分かったんや。マジシャンの手口って言うな。よっしゃ、わー、おめでとうございます。続きまして。でもね、餅50個とかじゃなくてよかった。ほんまや、昔やったらやらされてるわ、そんな餅とか。餅やったな、ラジオのスタッフとかってアホやん。アホやからね。餅50個とか食おうよ、おもろいから。やる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 、買うてくるやな。しょ、買うてくる。やったもん、餅。このプレートはもういいです。なんでプレート食べへんのですか。楽しそうに口に入れたのに、あれ。もう目つぶってもうた。目つぶってもうた、もう。ああ、耳塞いだ。さあ、小西さん。美味しかった。ありがとうございます。おめでとうございます。今日は小西さんが、うん、いろいろ楽しめるように、うん、
僕あのいろんなもの買ってきたんですよ。まずはこちら紹介してください。サイモンっていう、うん、昔流行ったんですけど、その反射神経とか、うん、脳を鍛えるためのゲームで、あーもう俺50歳でさ、もうどんどん細胞死んでってるから、うん、脳鍛えたい。これ本当になんか推奨されてたんですよ、何か、うんうんうん、でこう光があるところにこうやってタッチしていって、うん、こう何点取れるかっていうゲームなんですけど、俺の方が有利やな、でもあの若いから、若いからね、うん、ちなみにやろうそれ、電池入れて、うん、でこの状態でこうやったらピポーンっつって始まる予定なんですけど、うん、あれ始まってへんで、どうやら今日開けてみたら、うん、壊れている。あ、ブルルルって言うた。でも終わったん。大阪さんの手やからじゃん。これ。なんならんかな、これ。どういうこと？どういうこと？もしもーし、他のモードもダメなの？全部ダメ、全部ダメ。電源を数回押すと音量、マイモンが動かなく電池を交換するか、お前本体裏面の青いパネルの下にあるリセットボタンを押してくださいね。新品の電池ある？ないか。空手かやん。新品の炭酸電池3つ。これじゃあちょっと一回電池を変えて、うん、やってみましょう。はい、その間にですね、はい、こちらなんすか。こちらアボロという積み木なんですけども、へー知らない。アボロ、アボロ、こちらがですね、アボロ11号は月にいった。それはアポロだよ。このように三角形のチョコのやつやな、イチゴの。枠があって、それはアポロだよ。枠があってこうちょっと色違いの木が入ってるなんですけど、俺のこと嫌いですか？仕事してるからもう。これね、これさ、はい、こちらに台紙があって、ロッキーの最初のライバルアポロね、アポロ、これ鶴みたいな形あるじゃないですか、はい、うん、これを出してこの形に、スネークキューブみたい、スネークキューブですね、うん、この形にやれっていう命令です。あ、この中でね。そういうことです。じゃあお願いします。一回出しますよ。どうぞお願いします。じゃあやってください。小西さんのやつやから。はい、わかりました。何を作ればいいですか。じゃあ最初簡単な、これどうですか。どれ、これ、これ難しそうやな。はい、どうぞ。はい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 、すごいな。はい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 、お、もうすぐできてるやん。はい、早っ。はいはいはい、ここ答え変えた、簡単やな。答え変えてあるからな。ここ変えてんね、ここ難しそうよ、変えてんから。あー、そういうことやね、きっとね、うん、あ、ここむずいんちゃう、これ。それ第一問は書いてあんねやわ。え、ここむずいぞ、これ、ほら。そこ、これむずくない？その問題ですよ、結局。あ、いいっすよ、いいっすよ、いいよいいよ。松本、いいよ、いいよ。はまだ16だから、だからあなたにチェルシー食べあげたい、あげたい。ぐちゃぐちゃにしちゃダメよ。そう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 、お、来たか。来てない。来てへんのよ。え、これほんまこの形になる、これ。なるんですよ、だから裏表もあ
ありますからね。おー、来たー、すごい。あ、暴ろう。あー、磁石。違う、磁石じゃない。暴ろうできました。さあ、小西さん。はい、余裕ですわ、やっぱり僕らの年になると。続きまして、え、続きまして、小西さん、このように白い部分が増えます。うお、むずい。小西さん、お願いします。でれん、こちらです。これを作っていきたいと思います。できる？できるかな。でき、あ、歌ったか。さてさて、うんふん、さて、うんふん、ゴンタ君出てきたな。ガチャピン。じゃあムックやそれ。ムックや。ああ、これできるのかな。え、それ誰？ガチャピン、これできるのかな。ああ、これで動いたらどうしよう。電池がただ古いってやつ。多分これしかないから。これむずいな。これむずいぞ。やっぱむずい？これむずいな。脳使ってますか？もう脳使ってくださいね。脳は使ってないっす。いけた？これしか入るとこないよ。細いの。これしかないよね。やっぱこれしかないぞ。え、これいける？これいける？はあ、壊れたやつ売られた。あ、なるほど。助けてアマゾン、助けてアマゾン。アマゾンに歌ったらいいよ。これ壊れてますせーって言って。壊れてますせー、アマゾン。お宅のこれ壊れてますせー言うて。お宅のこれ壊れてますせー。なんでやな。なんで壊れてんの。小西くんの誕生日に感じ悪いな。お誕生日やのに。前で。ほんまやで。楽しくしやりたかったのにな。楽しくやりたかったのにな。もうこれのアマゾンから送られてきた、これが壊れてたせいで、もう散々やわ。お誕生日が。俺のお誕生日が散々やわ。散々やわ。これじゃないってこと。まかん。散々やわ。散々やわ。あ、難しいの、小西くん。散々シャワーやわ。散々シャワーや。これはね、難しいですよ。難しい。うん。あ、でもできてきてるやん。難しいですよ、これ。なんでこんなあれやねんやろね。いろんなパターンできるんやん。ね、なんやろね。裏も表もあるからやな。そうやな。うん、こうかな。アーボロー。おい、磁石。あ、磁石ちゃうね。アーボロー、アーボロー、アーボロー。余裕や、こんなもん。あんなにしんどい言うてたのに。え、なんですか。堂島ロール、もう一個いけますか。もっと脳を使わせてください。あー、すげえ。脳を使って僕のあれをあれしてください。あれをあれしてくださいよ。ちょっといやらしいな。あー、これむずい。じゃあこれヒント、ノーヒントのやつやん。じゃあ80をやってもらおうかな。80歳だから。じゃあ小西くん、50をやってもらおうかな。50歳だけにあって。え、50はとても難しそうです。50はこちら。頑張ってください。なんか変な形。変な形ってね。変な形をやります。できるかな、君に。できるかな、できるかな、うーん、できるかな、できるかな、おん、できる
あーな、できるかな。アホわかりやん。あれ？あれ？できてる？いけてんの？そもそものパーツが足りないようです。そもそものパーツは足りてます。そもそものパーツが、こういうことか。あなたのやり方が間違ってるんです。こういうこと？あ、違うな。こうならなあかんってことや。そういうことですね。ということは上の三角がこうです。合ってます。合ってます。はい、その間に入れていこう。これは簡単かもしれへん。ここはもう確定やから。そしてここも確定なんですよ。これは簡単かもしれない。確定多いね。ここも確定なんですよね。そうするとほう。ってことはここも確定になるわけです。はい。ってことはこう、こうか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 、不幸か、こうか、不幸か。すいません。アボロン、アボロン。秒で50は簡単やん。秒で終わりましたね。50は。じゃあやっぱり一番難しいのをやってみるかい。一番難しいのください。今何分やってんの。誰も答えてくれ。俺の誕生日ちゃうんかい。なんで無言やん。みんながみんなみんな50分やってる。こんないっぱいあんねん。じゃあ小西さん、形が変わった。241番、241番、和歌山工業高校。はい。デル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 。あー、今日は誕生日でいっぱいケーキをいただいて、もうお腹いっぱいだな。あ、こんなとこにパズルがある。やってみよう。ペッペレペレペッペレペッペレペレペッ。どうしたの？頑張ったよ。もうちょっと入れてあげてよ。ピッ。ドゥタタドゥタタドゥタタドゥ。あ、やれや。あ、やれや。よう分かってくれましたね、今。そっか。簡単やで、多分。ほんま？うん。順番じゃないねんな。難しい順じゃないねや、これ。うん、そうちゃう？これも応用力つくよね。うん。これ合ってんの？合ってんの？これ。あ、違うな。あ、合ってる？ん？同じキー？同じキー？同じキーやな。同じキー？君同じキー？君同じキー？あ、違う。ん？ん？こうか。こうか。こうかね。こうか、不幸か。うわ、ちょっとあれやね、分からんようになってくるね、何やってるか。いや、そんなそんなことないの。ことはないですね。これやで。え、これですよ。241、うん、これ合ってる、ね、合ってるでしょ。うん、うん、こうか、福岡高校。こうか、福岡高校。こうか、福岡高校。ほんまや。でもシンメトリーは簡単なんやな。うん、多分ね、そうなんだと思います。早っ。嘘やろ。早っ。これむずいな。これ合ってんのかな。違うな。あ、違う。これはややこしいな。お、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 わかったのか。お、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 アウストラルピテクス。あ、オートセじゃなくて。違うかな。あー、これようやく難しいの来ましたね。難しいですよ、これ。これをイライラせずにやらないと。はいはい、小難しいよ。一から考え直さないと。うん、でもここはこれだろうな。これじゃないと無理なんだ。うん、これは入らんし、これはここで合っている。絶対合ってる。ここやな。絶対合っている。絶対合っている。絶対合っているとは言えないのではないでしょうか。絶対合っている。これが邪魔やな。邪魔です。あ、これいけたわ。合ってた。
アボロ。アボロ。アボロ。すごいな。アボロ11号。ゴンシ君、はい、食べ過ぎです。おいおい、どうこのボケしろもないんかい。どうだった？あの意外に面白いね。幼児用ですね、これは。多分。一回小野坂さんもやってみ、なんか。小野坂さんおいくつでしたっけ？今 50？8。じゃあ58番やってみよう。58番、せっかくやからな。小西くん。こちら、58番。僕をバカにしないでくださいよ。意外と難しそうです。小西くん、僕をバカにしないでくださいよ。58番、これ意外と難しそうやな。それ。なんそれ。形がちょっとあれやな。どれどれどれ、どうなってる。これ。はい。こういうこと？よろしくお願いします。え？さあ。え？私はノーヒント。あ、こういうことか。合ってんな。私はノーヒント。私はノーヒント。私は石の卵とタンメン。こうだ。そうなると、まず一個は確定なんですよ。はい、あ、確定な。そこは多分絶対それしか入らんから。なるほど。で、それで下を埋めるか。これ。さて、できるかな？できるかな？できるかな？うとたあかんって言うたのに、飯のほどうとたらあかん。うとあかん。さあ、どうでしょう。いや、これ、ようやったの、小西くん。これむずいで、うん、それむずいっすよね。むずいな。あ、こういう感じでいけるのか。あ、これ違う。騙された今俺。あ、違う。違うぞこれ。寸法が違う。さあどうする。さあどうする。スタートっきり、マル秘報告。さあ、ドッキリ？マル秘報告。パンパン。ずっと音出るな。パンパン。ほもう昔普通にあのエッチなドッキリやってたもんね。うん。あんな、あれはもうドッキリでもないよね、もうあれは。ドッキリじゃないね。パン、イヨーンっていうね、うん。SE がすごいかかってましたけど。ワーオーですね。うん。小西くん、はい、最初に言うたここを確定っていうの、これ嘘ちゃう？そこそれしか入らんすよ、でも。だってさ、食べ過ぎたなぁ。どういうことやん。どういうことっすか。だってさ、小西くん、はい、おれお、うん、え、うん、あ、お、あ、うん、うん、あ、あ、ノンアボロ。もう入ってるからここにこれ。もうちょっとやな。これ四角四角でできないじゃん。ってことは？ってことは？ってことはですよ。小西くんね、目星ついてんの？僕はあの、まあ、やってないから何にも考えてないです。なんや？なんや、なんや、なんなんや。お前の言うてることはわけわからへん。なんや、同じや、なんや。同じや。ということはですよ。ということは、これ、うん。早くしてもらってもいいですか。時間の制限もございますので、まだまだやってないことがあります。新しい電池も来たので。あ、やったんだけど無理だった。やっぱり壊れた。アマゾンさん、壊れてました。俺はじゃないかなと思うな。俺は
俺はじゃないかなと思うな。ほんま？うん。あ、俺はあーあー。でもこれさ、これもうこれしかないよね。え？ちょっとぐらいは動きますよ。でも。そう。歯の隙間と一緒です。歯の隙間に詰まる。嫌な食べ残し。皆さん困ってませんか？あーでもこれちゃうんちゃう？もしかして。あれ、これは僕が思ってるのちょっと一回やっていいですか？はい。ここまで合ってんの？これは僕にはわかりません。はい、アーバロー、アーバロー。なんでわかったん？え、見てたらあそこやろなと思った。なんで俺こうやってやれへんかったん？さあ、センスでしょうね。もう一回だけチャンスをください。僕がいいでしょう。何番がいいでしょうか？あ、誰かですね、241番までの数字で好きな数字言うて。34番。そんな前言うんやん。34番こちら。割と簡単そうです。はい、こちらです。34番。もう1個形は確定してますから。鳥さんみたいな形ですね、はい、2個確定やな、これな。もうすでに2個確です。簡単っすね。夢中になってるから夢中になれる明日、思いついたことを言う大会じゃないからね。俺の誕生日は。え？みんなはあの思いついたことをコメントに書いて。これ作るのむずいよね、まずね。これ難しい。よだれ出てもた。よだれ出た？うん。これでも三角しかありえないよね。四角四角使うんじゃないかな。え？うん。こうか。こうか。清少。合ってる？違います、ね、あれこっちか、うん、ちょっと違いますね、これ違う、これ、はい、どこが？もう先っぽがもうまず違う。まや、どうしたらいいの？これは、うん、こう、ん？こうならなあかんから、ええ、こうですね。ほんま？ほんま。これで合ってんの？これ合ってる。そこ確定やな。確定やな。確定や。確定いただきましたわ。確定です。もう俺たちがもうテーブルに対してさ、うんうん、平行のこのさ薄い板のやつやってるからさ、うん、おじさんも撮影しづらそうや。そうか、上から映すやつないからね。うん、こういうことかな。こんなに開くことある？ある、あります、あります。あるん、うん、隙間結構開くんで。あるんや、あらへんかいな。あるんやで、あるんかいな。それどうすんのやで、これここちょっと削ったら入れへんかいな。削ってもええけどね。こうちゃうんかいな。そして、そして、頑張れマサヤ。ブブブブ、ここ隙間あるかな、もうほんまやって顔した。これがちゃうんかな。どうでしょう。これがなんか、うん、どうでしょう、うん、どうでしょう。どうでしょう、どうでしょう。
でもこれしかないな、ですね、これしか、ようやくホームランが出て、この先、打率が上がっていくといいでしょう。いいでしょう、それはいいでしょう。あとは、坂本と、丸、この2人が、ちょ今さら長嶋監督のモノマネする人いてんの、ここに。懲りへんな。あれ惜しい。これさ、ここで切ったらこういけますよ、こうパキっていけそうですね、うん、切ったらあかんの。切ってもいいですけど、切るもある。のこ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 、どういうこっちゃこれ、後悔な。これ横で冷静に見てたら分かりやすいの？全然。これ確定やんな。これ確定しかないもんな。確定っすね、そこは多分。これがちゃうねんな、多分。これがここなんかいな。じゃあそれで考えてみましょう。そうなって、はい、そしたら、そうしたら、次は、ない。じゃあここは違う。ってことは、こう。そして、三角形ある？ない。ってことは？ってことはよ。違う。一から考えよう。これ違う。こう。こう。俺の誕生日楽しんでるやんか。わからへん。わかんない。これも外してみたら、一回これも外して考えてみたら、全部これも取って、こっからもう一回。エヴァに乗れ、なんちゃらタチキさん。なんちゃらたちきさんちゃうん、それ。俺も一回も見たことないから分かれへん。俺もエヴァンゲリオンちゃんと見たことないから分かれへんだよな。だついていかれへんね、エヴァンゲリオンの話。そうなのね、うん、でもほら、俺らよりちょっと若い子って好きな子ね、多かったから、アニメね。だから割と、だから劇場版とかね、完結編とかさ、なんかいろいろやってましたけど、うん、ようわからんのよね。だからなんかさ、見てないな、エヴァンゲリオン好きだった人からすると、うん、それを見ると、うん、あれエヴァがわかるっていうふうには言うてたんですけど、それを見るとエヴァがわかるってどういう意味？だからもうわかりやすくなってると、どれ見てもわからへんよ、昔から昔と比べてわかりやすくなってると、うーんっていう話は聞くけど、全く見てないからわからんもんな。もしくはこれがもう一個欲しい。 3D プリンター買うてくる。3D プリンター買うてくるで、うん、あんな笑う人っておるんやな、うん、どういう教育しとんねん、お宅のスタッフ。何でも笑うといたらタレント喜ぶと思うとんねん、マネージャーなんか。何でもアホなこと言うてて、ちょっと笑うてあげたら上機嫌になるから、そういう風にやれよって上から言われとんねん。そうか、誕生日やからそういう風にしてくれてんねやな。そう、普通やったら、あの、まあ、陰口叩いてる時なんかもう全然。まだ終わらんのか。そんなふてくされることってある？もうだから小野坂さんの表情終われへんの、カメラがさ台数足らんくて。
あのさ、手元にあの顔持ってきてやってもらえる？その不満げな顔とかってできる？この人できへんよ。これ難しない？難しいと思う、多分。難しいんちゃうかな、これ。こうなるとこれが必要なのかな。こういうの得意な人ってどういう脳なの？得意脳じゃない？得意脳？うん、何でも笑ってくれてるやろ。うん、 あかんで。あれ、タレントが言うたことに対してタレントをダメにするで。あれ、何でも笑ってあげてくださいねって上から言われてる、部長から。あれもタレントをダメにするんで、うん、そういう教育。竹内くん何でも笑うと。お父さん、そんなにさすが。お父さん、お父さん面白い。なるほどっていう。ほんま何にも思ってない。これこうなってんすか。違うな、違うな、お父さん違うな。ちょっとトイレ行ってきます。逃げたな。これが、うん、むずいな。まあ、さすがの小西くんでもこのやめて、イライラしだした。イライラしだしたこの子。34番は超難しいですね。34番難しいですね、思ったより。これしかないからな。ほんまに合ってんのこれ。図形は、図形は合ってるでしょうね。うん、はい。アーボロー。大きい声出してもらった。アーボロー。なんでできたん？アーボロー。え、どこや？これ合ってるやん。うん、あ、ここか。これがこうなんや。アーボロー。みたいな小西くんね。うん、50歳になって、こうやってアーボロー。気持ちよくなったじゃないですか。はい。これが小西くん、あの、やっぱりイライラすることもあると思うんですよ。はい。なので今日はイライラを収めるために、うん、ちょっとあの手先が器用なやつを。お、何でしょう。今日こちらに朱を買ってきましたので。もう超かわいい。俺、猫ちゃん。どうした。猫ちゃん。猫ちゃんじゃなくて猫ちゃん。なんで刺繍やねん。うちのマネージャーが刺繍得意やっていうので、うん、あ、だからやってんのかな、人。ずっと刺繍やってるからあの人。こうい、ほら、もうこうやって図柄書いてあるんですよ。こうやって黄色見えるかな、黄色。あの、見てください、あの画面真っ白。あー、来た来た、おじさん、さすがやる。こうやって黄色でもホワイトバランスなったんですよ、うん、これを指定の色で縫うだけ。え、もう縫うだけですよ。縫う。どっちやりたいですか、どっちやりたいですか。どっちかですか。どっちか可愛いですか。大阪さん、どっちやりたい本当に。僕、じゃあピンク。あ、わかりました。じゃあ俺黄色やりますね。はい。あ、こっちか。はい。英語やんけ。これね。まずはこれ僕じゃない、これね。うん。輪っかを、やりたいところにはめます。これね、ピンとするためにね、やりますから。なんかあの刺繍のね、うん、やり方の本があるから。はい、これですね。これちょっと見て。刺繍のやり方って糸通していけばいいだけちゃうんかいな。ちゃうで。もう刺繍し、あ、やりたい放題ですね。これで合わせて、ね、眩しい。ちゃうで、もうめっちゃ眩しい。合わせてキュッってやって、シワシワになりますけど。シワシワにならないもんね。こうやってこうピッピッてこう引っ張ってあげたらええねや。
糸巻き込んでません？マジかよ。このようにね、ピンと太鼓みたいによーっ。まずこれで図柄を見て。まだ俺進んでないのにまずって言うた今。いや、じゃあどんなやんのかなと思って見るだけで。小西君は黄色やからこっちですね。ちょっとゆるゆるやな。これ徹底的にやらな気が済まない。くっ、けいよー。結構のやんねや、やっぱり。さあ、最初にやらなきゃいけないことはまず何ですか？はいはい、まず何ですか？うん、まず何から作るの？これだったらまずは、うん、ラベル部分を押さえながら、うん、糸端をつまんで、うん、より合わされている6本のまま、うんうん、そっと引き出します。もうその糸の買い方とちゃう糸やねん。使いやすい長さにカット。カット。うん、長すぎると刺しているうちに、はい、糸が毛どうした？なんでなんで？老眼なんですか？毛が立ってくると。毛が立ってくる。うん、毛羽立ってくる。毛羽立ってくるね。うん、どれからやればいいの？切った端から、うん、細い糸を一本ずつ引き抜きます。絡まないように注意して必要な本数を引き抜いたら、はい、糸端を揃えてまとめます。え、そんな何本もやんの？まずこの1本が6本の集まりです、うん、この1本が嘘でしょ。え、この1本がそうこれ6本になってんの？これ、寄ってんの？そう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 。え？で、このカッコに同じ部分、はい、はい、はい、2本取りっていうので、その6本から2本抜いて、どうせなんで最初から1本にしてくれないんですか？めんどくせ。まず何色からやるかだけ決めて、小西君のやったら何色からがいいの？小西くんのは葉っぱからやればいいのかな。多分、うん、私はその上に書かれていきたいんですけど、はい、結局図案がここに載ってるので、はい、上からどういうこと？何がおもろいねん。これじゃあこれちょっと一回見て。で、うん、この草とかって猫ちゃんの上に刺さってるじゃないですか、うん、はい、私は本当は最初猫ちゃんを全部やった後に上から重ねたくあるんですけど、うん、そうなると図案がわからなくなって、はい、ああ、なるほどね。そうなんです。どうしたんよ。どうしたんよ。みさんだとこの黄色のが一番。僕、猫ちゃんだけやるわ。あ、じゃあそれでもいいと思う。猫ちゃん、僕猫ちゃんだけやるわ。じゃあ、はい、黒ね。黒ツースタンズ、うん、ということはこれを取って、うん、まずここほどくんやな。ほどくんやな。これ将来の趣味になりそうですか？小西さん、小西さん、誰やこれやろうって言うた。いや、こういうことをやると、もうほらほら、こういう、これをやっとくと、たーん、え、残さどういうこと？あ、え、これ一本なってるんじゃないの？あ、ほんまや。これをまずほどくの。どういうこと？どういうこと？これ6本になってんの？え、
ほんま？こんなことする？こういうこと？これ日本とんの？はい、ほんまに言うてんの？はい、寄ってくれてるからこのままやればええんちゃう？太いまま。すごく太くなっちゃう。だからすぐ終わるやん、太い方が。引っかかりました。いや、引っかかるよ、引っ張ったら。これ…そういうことか。こういうこと？こういうことやな。両方引っ張りながら引っ張らんと。どういうこと？両方引っ張りながら引っ張るってどういうこと？テンション、両方にテンションかけながらだと、うん、はい、ほどけやすいというか。どっちの両方？こういうことですね。ほんまに刺繍ってこんなことする？これ刺繍がさ、趣味の人見てたらさ、うん、違うって思ってんのやろな。はい、そうじゃん、そうじゃない。取れた。一本できた。ただなんか変な毛玉ができている。変な毛玉って何？これやな、さっき言うてたあの毛羽立ってしまう。長いと毛羽立ってしまうって、そういうことやな。できたで、ほら。俺は。それ何本？2本。もう2本できたん？うん、これどうすんの？切る？あ、1本できた。1本ずつ取って6本にすんちゃうの？こっから2本取んねやで。だから2本取ったんや今。なんやん。そういうこと？だから2本取ってって言うてたよ。違う、6本にまず分けてくれ。オタクのマネがさ。いやねん、マネーマネー、マネー。あ、マジよ、マネー。ちゃんちゃん好きやな、ね、マネーだけ知ってる俺。あ、マジよ、ええね。マジよ、最高や、うん、今の人知らんねやろな。信じない。取ったで、もう。これどうすんの、これ。お、取ったやつ、これ俺はもうなんかアリンコのアリンコ知恵みたいになった。もう最初から猫ちゃん欲しい。最初から猫ちゃん欲しい。もうこれがさ、あの太すぎて入らへんで。あれ、これ日本、俺日本入れたぞ。すごいな。一瞬で日本入ったから。すごいな、お前。すごない？入ってるこれ。入ってる。なんでこうなれへんのか教えてくれよ。まず。俺それやってたやん、だってそれ。なった。なるやんな、これ。うん、でも元に戻るの。これさ、どう結ぶのこれ。そう。刺繍って、裏側も綺麗にしたいって。あんまり結びたりしたくない。これじゃあ、どうすんのこれ。ボタン通すみたいにやらへんの？これじゃあこういうことです。こういうこと？どういうことなんですかそれ。こうやったらさ、抜けへんやん。そういうことではない。どういうことやねん、じゃあ。なんでこれやろう言うたんや。こんなんどうしたんやの僕。おいおい、これはさ、誕生日の回じゃなくて、これだけ一本やった方がおもろかったな。なあ、刺繍を教わるっていうか、刺繍を教わる回ちゃんとやった方が面白いじゃん。意外に面白いじゃんか、この糸を6本にすんの。そうだよ。もうこれだけで取れ高があんのに。これなんやこれ。で、こんな感じやっていくってこと？そうです。へえ。これどうしたらええの？こうなん、知恵の輪みたいになってんねんけど俺の。で、これどうやってやっていくのここ。小西くんのまずやってあげて。小西くんやってあげて。いや、もう綺麗にやりたいから。そんな玉結びとかあかんよ。すぐプロみたいにやりたいっていう。プロだからさ、映ったモザイクかけるから一個作って、うん、出す、うん、アーボロン。
それどこでもええの？いや、この黒のとこ。でもさ、上からやった方がええってことでしょ？耳のところ。あ、いやいや、私今こうやってる。いや、基本真ん中に。絶対に、いつかはできるはず。カメラ向いてたらできへんわ、こんなもん。表情。え？表情が知ってる。え？刺さる。堂島ロール食うてるときまた楽しかったな。いますよ。これじゃあ分けといて。もう無理です。え、無理ですどういうことやねん。せっかくアマゾンで買うたのにお前無理ってなやねん。通らへんかな。これ2本？ 2本です。あ、来た来た。めちゃくちゃ硬いやん。どの針でやんの？どの針でやんの？どれも一緒です。どれも一緒。一発で通った。うん、すげえ。これを半分のとこまで持っていくの？はい、半分、半分じゃなくて、いや半分じゃなくていいですか？半分じゃなくていい。うぅで、なんでやこれ。え、なんで刺されへんねん。んで、この針刺されへんぞ。太いんです。あのね、テンションで、ちゃんこちゃんにこんな感じで2つすくって、なんで？なんで？え？なんで？あ、来た来た。これでいいの？これでいい？え？あ、です、です、うん、そのまま抜いて、抜く、抜いて。え、これじゃダメなの？それじゃダメ。で、どういうことよ？二つすくって。どこまでいくのこれ？結構いいです。はいはいはい。腕足ります？足りる。俺って長いから。まだ行っている。ギリギリ。はい。で、2個目のここに刺してくる。どういうこと？ここかな？ここ？そうです。あ、同じ線の上に。え、ここ？あ、そうそうそう。ああ、なるほど。とか刺し、ここでいいの？あ、そう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 。こう裏抜いていいの？抜いていいです。で、これ入れて。いた！抜けた抜けた。なんやこれ。え、これこうやってどうすんの？これこれでいいの？そんなちょっと残す。はいはい、引っ張って。はい、いそうです。で、もう、うん、米吸ってるの。はいはいはい。うん。同じ、あ、上に。うん。刺してほしい。ここ。刺してほしい。私は言う、刺してほしい。こういうことね。あ、そうそう、はい、そのまま抜いてく。抜くの？よし、通った。これ抜いてどうなの？はい、で、うん、ここ切って、ギリギリまで。糸切りばっさんみ新発売。あ、映ってなかった今。え、ほんで、これで、これで何やの？これどうなの？切って、そしたらこれで玉結び、玉止め。何やってたの俺。いや、なんか そっからなんか縫い始めるから。どうやって縫うのこれ。で、糸切りバサミ。どうやって縫うの。でもこれサテンステッチって書いてあるんですけど。サテンステッチ。サテンステッチ。サテンステッチはこれ。あ？ただただもう。ステン。ステン、ステンステッチ。埋めていくというか。うん。ステンステッチってどれ？これか。え？え？え、これをどうせっちゅうの？こっから。あー、なんかくっついてきた。なんかくっついてきた。こういうこと。はい。
猫ちゃん。こういうことやんな。そうです。え、どうい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 ここまでやってんの。はい、もう、はい、結構この今ピロって出てる板じゃないですか、はい、ギリギリまで切っていい。え、これ切ってええの、はい、抜けるやん。抜けないです。上から刺して。こんなギリギリまでいってんの。ほんで、もう、うん、塗りつぶしてください。これ今裏に出てんねんけど、これどれぐらいの幅で縫ったらいいかわからんな。本当は1センチ以上幅は直線で縫いたくない。うん、いた。これ出すやん、こっちに、はい、ほんで斜めにやんの。斜めじゃない。え、まっすぐやんの。糸は基本まっすぐか直線にしていく。糸はまだ曲線に縦の糸は。え、これで何塗りつぶしていけばいいの。まさやよ、この糸はまさや。もう悲しすぎるやろ俺。お前縦も横もお前俺やったら裏から刺すときに、なんで表のここに出るっていうのわかんの。見てるから。見てるから。私、ここでええの。そういうこと、そういうことです。俺たち、作業に夢中で沈黙。ボーイズ俺たち作業に沈黙無双。ん？どういうことですか。作業に沈黙無双ってないこと。え？これこんなんでええんかな。埋めていけばいいんやんな。そうです。いや、そうはいかん。そんなさ、何でもかんでもさ頼ってたらあかんよな。そうだよ、俺たちの趣味にするんだから。こんなもん声優やったら何でもできないとあかんねん。声優はさ、何でもできるから。声優は何でもできるから声優やねん。そう、何でも声優や。なんか引っ張ったあかん人なんか引っ張った気がする。早くないね。これさ、埋めていってるときにちょっと間空いたらどうすんの。戻って埋めて大丈夫。あ、そうなんだ。何回かやればいいってことか。はい、なんかこうやらないとダメですみたいなないね。ないですよ。何よ。埋まったらええってこと、ね、埋まったらええねや。へぇ、あ、そうなの。ちょっと、なんとも言えんけどね。おい、今お前鼻で笑ったな。ほら、お前長ない。一個がだっちゃうねん。ここまであるねん。鉢巻きみたいになってるけど、これ絶対短い方が細かいやん。絶対領域、私の絶対領域、あなたにせない。絶対領域、絶対領域。ちょっと疑問があるんですけど、はい、これ僕の誕生日配信として成立してるんですか。小西さん、今どんな気持ちですか。はい、終われへんかなって。楽しいでしょ。
お兄さん、楽しいって言わなかったらナゲットと堂島ロール出しますよ。どういうこと？もう一回一から食べ直ししますよ。楽しい、楽しいよ。これ出来出したらこんなに楽しいことないでしょ。こんなバリバリむずいな。こんなんさ、バリバリ伝説やな。バリバリ伝説終了。これさ、なんで2本の糸でやらなあかんの？6本でやった方が早いやん。通らない。通らない。押し通す。なんやその三国無双のセリフみたいなの。押して通す。え、これってどんぐらい時間かかるもんなんすか、猫ちゃん。黒いとこだけやる場合は猫西さんは、いやでも結構かかると思う。猫西さん結構かかるよね、これ多分ね。かかります。え、これどこが葉っぱやね。葉っぱふみふみっつってね。わっはっはっは。第三件、パッパ、ふめ、ふめっつって。え、嘘でしょ。嘘でしょ。言ってた、ね、嘘でしょ。何ですか、それ。何ですか、それって言われたの。巨泉や、巨泉のクイズダービー。もう同じこと言われた。もうさ、同い年やから。同い年しちゃうわ。しゃあないよね、年代が一緒やからさ、うん。嘘やろ、楽しそうにやってるやろ、わしら。楽しい、楽しい、楽しい、やってませんよ。うわ、うわ、これめちゃめちゃ楽しいな。あ、楽しいな。プツってやつね。あ、いい、それわかるわかる。その意味わかるわ。ブツってやつね。オラ、手芸がめちゃめちゃ楽しくなってきたぞ。オラも手芸が大好きだ。強えな、この手芸強えな。おめえもっと強え手芸知らねえか。その手芸多分すげえ強えと思える。おめえ猫なのか。ただの黒い鉢巻きだと思ったぜ。あかん、これモノマネやったら。手芸、刺繍ってこういう風にやんねや、知らんかった。塗り絵やな、ね、ほんまな。これ糸なくなったらどうすんの、これ。止め方あんの。止め方も何。はあ、どういうこと。してる。あ、中に中にこう通して。あー、なるほど。抜けんように。そうです。押さえるわけや。そうです。して抜くにしけん。チョロ Q 見たいな。あかん、もう小西くん完全にもう妄想から逃れてる。いやでもこれはでもね、絶対30代の時にやる YouTube ちゃうからええよ。絶対30代の時にこれやらされてたら何も思んないけど、もう50過ぎてこれやらされて面白くできるもん。だって巨泉のクイズダービー。あ、面白ないわ。猫ちゃん
猫ちゃん。え、雑じゃないでしょ俺。お前おちんちん見せ合いっこみたいなこと言うんじゃねえよ。危ねえ、俺今それ言おうとしてた。危ねえわ。危ねえ。おちんちん見せ合いっこ俺も言うとこだった今。ちんちんばっかり見せ合いっこして。見せ合いっこっておちんちんやんなもん。ちんちんが考えられへん。そうや。人と一緒やってるから。生まれたあれです。好きですよねって言われたの。うん、そういう被害に遭ってる人いっぱいいてんねんか。あなたと関智一のせいで小西さんも関君と一緒にすんなよ。あんなお前小西さんも下ネタすごく言うじゃないですか言われるんです。うん、言うてるやないですか。言うてないでしょ。俺は小西君すぐうんこって言うじゃん。うんこって言ってる。うんこって言ってたか。俺うんこって言ってる。俺だ入れ替わってるみたいな言い方すんの。これでもさ、なんやかんや言うて文句言うてやってたけど割と集中してできるやん。番組としてね成立してるかっていう話もありますけどね。こうなりました。割と綺麗にできてんね、小西くん。こんな針が刺さらないのってあんの？こんな感じです。こうやったらいい。僕の猫ちゃん、僕の猫ちゃん、隙間が多い猫ちゃんにゃー、隙間が多い猫ちゃんにゃー。なんでやろうか、ゲップが出てしまうにゃ。なんでやろうか、ゲップが出てしまうにゃ。大物声優ゲプっつったら。ゲップが出ちゃうにゃー。あかん、これ集中力なくなったらもう絶対できへんな。針が思ったとこに通れへん。怖っ。あー怖っ。ミネラル麦茶。お魚が今飽きたのは分かります。うん、うん、やめて。どうしたの。バットマン。バットマンってさ、バットマンちゃうよ。ほらバットマンちゃうよ。猫ちゃんや言うねん。バットマンや。猫ちゃんや言うねん。バットマンや。猫ちゃんや言うねん。バットマンやんけ。なんで綺麗にできてるやん、猫ちゃん。バットマン。ちょっと言うてもがな、言うてもだがな。バットマン言うて。小西さんのも。見して、小西くん。ちょっと今、頑張ってるんで。本気やんか、小西くん。邪魔しないでいただきたい。ちゃんと趣味になって、あー抜けたー糸抜けた。何回もやってんでそれ俺。嘘。ほんま。糸抜けた最悪やな。これマジックで塗ったらもうちょい早いんちゃう？でもなんか逆にいいです。味があって。逆にってどういうこと？逆にってどういうこと？あのちょっと隙間がある感じが。うん。手書きで、はあはあ、言ってる意味は分かりますけど、ちゃんとできてないってこと？逆に、逆にね。
嘘でしょちょっとイラッてして針でついてしまいました嘘でしょ。良い子のみんな真似しないでね難しいなこれ。見して。え？こんな細かい作業なんやな。なあ。片耳できた。なるほどと思って片耳できたよ。あ、本当だ。良い耳。なんでここやったん。いやいや、なんかあのいっぱいさせるところからの方がいいかなっていうことでこっからやったんやけど。耳からやった方が絶対いいよね。うん、俺なんかこう愛着が湧いてくるね。バットマン、バットマン言うてもうたからさあ小西さん、はい、え、これやりだしてから何分ぐらいやってんの。これになってから1時間くらい。え、1時間。むずいから結構やってると思うよこれは。このようになりました僕は。小西くんは全然見せる気あれ。このようになりました。はい、耳は割といい感じにできました。あ、ほんまや、はい、上手、ありがとうございます。あの最初にやったところの、 あの顔の下のところはなんでそうなってるのか全然わからへんけど、これもここスタートだったからですね。耳可愛くできてるよ。耳は可愛くできました。うん、死体があるから余計になんかさ怪しい猫みたいになってきてるね。なんか味があっていいですね同じこと言うな。あのだからその上手い人が下手に描いたみたいな、 あの落書きっぽさって言うんですか。おい針戦争するか、針戦争いやー小西くん、はい、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。どうだった今日のお誕生日は。もう食べ物はいいですね。あんなにナゲットやったらなんぼでも食えるって言ってたの。もういくらでも食えますよ、全然余裕で。出してあげて。全然余裕で、もう出してあげて。全然余裕でいくらでも食えますよね。でも今も刺繍残念ながらもう終わりですけど、残念ながら刺繍やったから俺の誕生日のお前配信すんのにヒゲくらい剃ってこいや。お前明日撮影やねん。え2日続けて剃ったら小西くん負けてまうな、ヒゲな。うん、もう肌がこれやってたからだいぶ食えるようになってんちゃう、うん、あ、やめとこさあ皆さんどうでしたか小西くんのお誕生日。はい、ちなみにですね今回は、うん、はい、プレミアム配信という形で、はい、収録したものをねちょっとあの送らせていただいたんですけれども、うん、何日だっけ25?29 が金曜、はい、26日に、はい、まあ、誕生日のアフターパーティー生配信みたいなのを、うん、高野菜、高野菜みたいなのを考えてる、うん、くれてるみたいです。うわー、それは生でやるんですね。それ生で生配信するみたいですね。何やるその時小西くん、何食べる、うん、刺繍するかずっと待って生配信で刺繍はきついやろ。刺繍する、何しようかね、何も考えてんな。チョロQコースあるからね、うちは。でも勝ったからチョロQのやりたいね一回ですよね、うん、どんな風に。それを試して遊ぶことはできる。うん、まああと2週あるんだよね。そうね、うん、だからゆっくり考えましょう。うん、とりあえず小西さん、はい、お誕生日おめでとうございました。やん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 やチューバーにゃん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 ヤングTV。明日も仕事頑張ってね。小西くんお誕生日おめでとう。バイバイ。